中松は、はいはい、町田得点シーンですね、はい、阿部瑠衣が一度打ってこぼれたボールを雲切り、はい、このシーンなんですけれども、うん、はい、これも解説していけたらなというふうに思うんですが、はい、まず阿部瑠衣のディフェンスですよね、うん、はい、おそらくこの、中松ルアンの選択肢としてはここのパスコースあったと思うんですね、はい、で、あとこの選手がここからこう阿部瑠衣の前に入ってきます、はい、うんうん、これを認知して阿部は多分この選手とこの選手2人を見る形になったんですね、うんうんうん、はい、はい、うん、で中松がそれに対して中に入ってきたのに対して、阿部瑠衣がもう2つのパスコースがありながらそれを認知しつつボールを奪った、はい、ここはあの素晴らしいなというふうには思ってます、はい、うんうんうん、でここなんですけど、はい、もう完全に阿部瑠衣はゴレールと1対1です、はい、で樋口はもうエリアのギリギリまで出てて、うん、素晴らしいポジショニングだと思うんですね。なるほど。で、町田の選手としては阿部はもうこの1対1で任せ切って、で他の選手はカウンターに備えるって形もあったとは思うんですけれども、うん、はいはい、町田の素晴らしかったことで言うとまずは左サイドに、うんうん、この遠藤颯、はい、はい、遠藤颯も上がってます、うん、はい、惜しくも阿部瑠衣のシュート素晴らしいシュートだったんですけどポストに弾かれるんですがこの後ですね、うん、はい、ここです、はい、カウンターで阿部瑠衣が独走したのにかかわらずそれより前に遠藤とあと雲切りも走り切った、はい、これによってもう阿部に任せきりではなくて3選手が、はい、詰めたことによって生まれたゴールかなというふうに思います、うん、はい、ただねこの阿部も見てもらいたいんですけど外した後ね、はい、ちょっと悔しがってるんですよね。そうですね、悔しがってはいるんですが、はい、すぐ、はい、見てもらいたいんですけど、はい、悔しがってはいるんですけれども、はい、頭抱えてましたよね、はい、他の選手が切り替えてゴールを、はいはいはい、なるほどなるほどなるほどね、はい、チーム力を感じさせる、はい、ゴールでしたね。はい、まあ、これがだから本当に攻撃の厚みというやつですよね、はい、でさらにね、はい、本当にあの町田のファーストビッグチャンスじゃなかったですか。そうでした、はい、それを決め切ったというところですよね、はい、もう一度ご覧いただきましょう。中にドリブルしてきた中松をこれ縦切って、はい、狙っておいて阿部瑠衣でここでもエンド入ってここまで来てます。そうですね、はい、なので雲切りが3枚目、うん、決め切りました。なのでこれポストに当たって跳ね返ったのが雲切りの前でしたけれども、はい、まあ、遠藤颯があのタイミングであそこまで詰めているからこそ、うん、おそらく阿部瑠衣のシュートがもう少し左に行って、はい、逆サイドにこぼれていても遠藤颯が詰められた可能性高いですね。そうですね、はい、うん、なので同じカウンター局面でもその最終的に仕留め切る確率をどれだけ上げられるか、うん、というところにおいてもなんかお手本のようなプレーだったんですかね。まあ、遠藤がね本当にあれだけ前に行ったので、うん、逆に雲切りはこうステイ、うんうん、でも良かったとは思うんですよ、普通の考えだと、まあね、2枚上がったんで、はい、2枚はちょっとカウンターに備えようでも良かったと思うんですけど、うん、雲切りもよく走りましたね。なるほどね、はい。